カルメンテリーです。ピースメーカーのスノースケートでございます。見えますか？この写真はですね、山崎啓太ライダーね、山崎啓太超かっこいいんですけど、見えますかね。このピースメーカーのチラシ1枚、昨日トマムのフルマークスのお店でもらってきました。そこでも販売してましたね。ピースメーカーのスノースケート、情報が入りました。来年高くなるそうです。何でもね、高くなってる。インフレです。スノースケートにもインフレが来た。まあ多分ね、このデッキだったりパーツだったり、いろんなものが高くなってるんで、まあ買うなら今ですよっていう話でした。皆さんにその情報をちょっとシェアしたくて用意してきました。このピースメーカー、まずね、ピースメーカーの名前僕好きなんですよ。ピースメーカー、まあ平和を作る、平和作り、平和作る人。あとね、昔なんかアメリカのなんだっけ、映画かなんかで、でっかいクリント・イーストウッドっていう俳優さんが出てた映画気がしたんだけど、そのでかい銃出すとき、その銃の名前をピースメーカーにしてたはずなんだけど、まあいいネーミングだなと思っています。で、excuse me、 喉が、このブランド作ったのはタスク、長野で昔よく長野白馬行ってた時にいろいろお世話になって、ライダーでもある、まあそっちのローカルレジェンドというか、いろいろ案内してくれたりとか、あと北海道来て雪板作ったりとか、まあいろいろやってるかっこいい人で、彼がスノースケートのブランドを作るんだっていう話の時からも聞いてて、でこのピースメーカーができて、ここに書いてんだけど、読めるかな。日本人の体験に合った、スノースケートの開発しておりますみたいな感じで、ツイン、ストーク、グライドっていうのがあって、このグライド、まあ俺がこのグライド一番なんかいいなと思って乗りたいけどね、フリーライドっぽい感じで、ちょっとスケートというかスキーが長め、スキーのスペックがそれぞれ違うんだけど、ここになんかトップデッキは全部一緒っていう風に書いてるんだけどね。リンクスが 36.2 インチ、幅が 9.4 インチ、かっこいいです。まあ詳しくね、デザインがどうしたこうしたとか、乗り味がこうだとか、俺はちょっとそこまでは語れません。とにかくね、ブランドはかっこいいし、人がいいんで応援したいなと思って、これをちょっと今日ネタにしてみました。ぜひ皆さん、スノースケートを買うならピースメーカー、そして、来年高くなるぞっていう情報はショップから入りました。北海道確実に昨日見てきました。トマムのフルマークス店に3台か4台ぐらい置いてあったんで、近くの方見に行ってください。それではドライブセーフ、ピースメーカー。